んにちは。今日は印象派の画家が姫路城を描いたらというテーマでお話をさせていただきます。まずここに見ていただきますのは印象派の絵を模写したものと姫路城の絵を描いております。私の大好きなフェルメール、モネ、ラ・ジャポネーズ、日本の浮世絵の影響が非常に濃く出ております。日本人の大好きなモネの睡蓮ですね。これが姫路城滝技能と書いてございます。この姫路城の前で滝技能を毎年開催させていただいております。この姫路城、これ私が書いた姫路城滝技能のこの燃え盛る炎の中から能楽師のこの能面表というものなんですが、燃え盛る炎からガオーガオーという感じで、能を演じている状態です。この姫路城を春にもし印象派の画家が姫路城を描けばどういう絵になるかというものを用意いたしました。印象派の画家が姫路城を描いたら、絵です。そうなんです。あまりの桜の満開の美しさで花びらが散りすぎてお城が見えない、花の美しさがあまりに美しすぎてお城を描くのを忘れてしまうという絵がこちらの姫路城の桜という作品になります。去年私が描いた姫路城の絵の中で私的には一番大好きな姫路城の桜です。どこが姫路城やねんとお叱りの声が聞こえますが、印象派です。もう印象で大丈夫です。これが姫路城の桜です。